まあ、僕らの力で、このクラブを J2 に連れていかないといけないっていう、それが僕らがここにいる理由で、それが僕らのミッションで、それを一人一人がしっかりと、その責任をしっかりと、背負って、覚悟を決めて、今日からやっていこうっていう話をしました。自分たちの限界を突き破って、まあ、誰が見ても今までで一番強いパルセイロだなっていう、言われるような、そんなチームにしたいです。